ペンタウアーは、ファラオのラムセス三世の息子である、第20王朝の古代エジプトの王子であった。彼は父親を殺して王位に就く計画に関与していた。裁判の後自殺した。実際の名前は不明であり、ペンタウアーとは、トリノの司法パピルスで、彼に与えられた金である。彼は、おそらく母親のティエによって、ファラオを暗殺するために始められた陰謀の受益者になるはずであり、 ティエは息子にファラオの後継者を望んでいた。司法パピルスによれば、ペンタウアーは陰謀への参加を理由に裁判にかけられた人々の一人であり、自殺を余儀なくされた。遺体に関する最近の研究は、考察、または公主刑によって死亡したことを示唆しており、遺体が確かに彼のものであるならば、死亡時に約18から20歳であったこととともに、 カマモロシであったと推測される。エジプト学者のボブ・ブライヤーは、ディア・エル・バハリで見つかった、アンノーマン・イーの有名なミイラがペンタウアーである、可能性があるという古い仮説を復活させた。ミイラは、脳や内臓を取り除くことなく素早く防腐処理され、ヒマラヤ杉の箱に入れられたように見えるため、非常に珍しいもある。ブライヤーは、ペンタウアーが適切な埋葬をするために、 非常に急速にミイラ化され、おそらく親戚によって利用可能な棺桶に入れられたと仮定している。その後の DNA 分析は、ミイラが父方の Y 染色体、ハプログループ E1 ビット 1A と、その半分の DNA を共有しているため、ミイラはラメセスの息子であるという理論を裏付けている。ありがとうございます。